それで夫婦漫才のギーブとファランギースですけども、もうこの2人をもうどうするかということについては結構どうしようかな、うん、読者がどう期待しているか、うん、それをその通りに行くか引っ張すかみたいなところでの技術的な悩みはちょっとありました。ただあんまりベタベタした関係にはもうしたくないので、もう最初から、うん、どういう仲だというような関係で作って、もうその後はもう2人とも大人ですから、それはもうナルサスが言ったようにもアルスランなんかのはもう子供の恋愛自体に憧れてるようなそういうのがあるわけですけど、もうギーブとファランギースの場合には2人とももう大人同士で、どこで引いてどこで押せばいいかもう分かってる中で、もうアルスランの部下となってからはもう互いに補い合って、もうアルスランを盛り上げていくと。そしてもうその最後に2人が結ばれたかどうかということはもうわからないということにして、これはもう読者の方々、これはもう2人とも最後まで結ばれなかったよねと考える方もいれば、もうエラムが口を濁しているだけで本当は結ばれてたんだよねと考える方もいらっしゃるでしょうし、もうこれはもう全部読者にお任せすることにして、もうあえてもうはっきり書かなかったわけです。それでもうこの2人がもう弓の名人だということは、弓の名人でもどっちが上かわからない、もうどっちかがファルス最高の弓の名人なんだけど、2人で勝負したわけでもないからそれもわからないというように、まあ謎を残しておきたかったんです。そこら辺のとこでファランギースに関しては、まあ昔にちょっと悲恋めいたことがあったということを、まあこれはもう書いておかないといけないかなと思って書きましたけど、ギーブに関して言いますと、あの16翼章の中で他のキャラは全員もうその全身が分かってるんですね。ギーブだけがアルスランに仕えるまでに何をしてなかったかということ書いてない、あれはもうわざと書かなかったんですけども、そういう具合にしてもうこの2人は本当にあの大活躍してくれました。もうお礼を申し上げたいですね。いやそんなに考えてないですよ。成り行き任せです。もうギブはもうとにかく最初独立した人格として出てきて、まあ夜道を歩いている、女とすれ違う、まあ、ただの美女でなく絶世の美女であったということにしないとギブと釣り合いが取れないということもありますし、もう思いもかけず、まあ出会ったという偶然もありますけども、その偶然も例えばエクバターナ以外のところで、まあ、アルスランの身を案じているような人たちがいて、もうその代表としてファランギースが派遣されるみたいな、まあ、小話ができるし、もうこの2人で大人同士の微妙だけど笑えるような関係ができたらいいなと、まあそう思ったんでしょう。後付けですね。本来物語の基本ってのは騎士流離譚なわけで、まあ、国を追われた王子様がもう国を取り戻すと、そういった意味で表の話はもうアルスランが引き受けるわけですけども、実はその裏にもう一つ、本来でしたらね、ヒルメスが主人公になるのが、まあ、オーソドックスな騎手流離譚なんですよ。おじに裏切られて、まあ、父親を殺されて国を奪われて、それで
他の国に亡命して、もういつか敵を討とうと、もうずっと、もうそうやって国々を流浪した挙句に、もうルシタニアをもう国ごと利用して、もう、敵であるアンドラゴラス王を、もう滅ぼさせるという、もうそういったのはもう小説にも映画にもいくらでもありますけども、だいたいそうやって、まあ、昼飯に比較すべきキャラクターが勝つと、三奪者はもちろん死ぬんですけど、三奪者の息子ってのもだいたいひどい目にあってもう殺されちゃいますね。だからもう僕はそこでもう逆転させてやろうと思ったんです。本来だったら正当の王位を継ぐべきなのはヒルメスなんで、もうアルスランってのはもう三奪者の息子としても殺されちゃう役ですけど、もうそれをひっくり返して その三奪者の息子というのがもう本当に、まあ、人民のための王として、まあ、成長していくような話にしたいなと思ったわけです。ですからヒルメスってのはかわいそうに僕が書いたばっかりでああいう敵役にされちゃいましたけど、僕以外の方が書いたらもうあれ彼が主人公ですね